ヒロウミヘビは、コブラカエラブウミヘビ属に分類されるヘビ。エラブウミヘビ属の模式種。インド洋東部、西太平洋、全長70から120センチメートル。体型は細い。胴体中央部の斜めに列になった背面の鱗の数は19。覆面を覆う鱗の横幅は縦幅の4倍に達する。上唇や下唇の鱗は黒い。体色は青く。 黒く太い約50本の横帯が入る。種小名ラタクーダは広い尾の尾で和苗と同義。極めて毒性の高い神経毒を持つ。海洋に生息する。夜行性で昼間は海岸にある岩の割れ目などで休む。食性は動物食で魚類を食べる。繁殖形態は卵生。海岸にある岩の割れ目等に1回に4から5個の卵を産む。 卵は約5ヶ月で孵化する。攻撃性が低いことから海中で、自主的に人に対して噛みつくことはないが、稀に噛もうとすることもある上に強毒種のため注意が必要。人目に触れることは多くはないが地域によっては生息密度が高い場所もあるらしく、石垣島では1995年の夏季に一番で約150頭の本種が発見された例もある。絶滅危惧痛類。 ありがとうございます。